茶っぽい。今回は再登場を望む声が多かったヨウムちゃんをモチーフにしたカップケーキを作るよ。もう人気があるんだからもっと登場させるにょん。今回は特別に明日も登場してもらうからよろしくね。やったにょん。ねえねえ、去年は三珍獣でカップケーキ作ったから、霊夢ちゃま、ヨウム、マリサの東方三美少女でカップケーキを作ってちょうだい。ヨウムだけでいいにょん。ヨウムちゃんだけだとサムネのインパクトないから東方3人組で作っていくぞい。なにぃ、ふざけるなにょん。まあまあ、ジャージー牛乳を入れるから許しておくれ。あ、ジャージー牛乳は贅沢にょんね。お粉は2回振るいます。2回も振るうなんて丁寧にょん。バターは2時間前から常温に戻してマヨネーズ状に柔らかくするわよ。きび砂糖を3回に分けて白っぽくなるまで混ぜる。きび砂糖も普通の砂糖よりも高いにょんよね。もしかしていつもより丁寧に作ってるにょん。それは、めったに登場しないヨウム様のために張り切ってるんですのよ、ふふふ。見ろ、息子っちも卵割りたいって言ってるのぜ。息子っちもヨウムのために頑張ってくれるにょん。通常運転なんだけどまあいいか。とびきり美味しいカップケーキを作るために全力で頑張ってるよ。卵は4回に分けて入れる。いつもは3回なのに4回に分けるにょん。どうきめ細やかだにょん。卵黄の方が分離しにくいから卵黄から入れた方がいいよ。卵白を最後に入れた途端に分離したのぜ。でも高速で混ぜたらちゃんと混ざるよ。ふるったお粉たちを入れる。ゴムベラで混ぜる混ぜる。はじめは粉っぽいけどちゃんと混ざるよ。そしたらば牛乳とバニラエッセンスを加えて潰すように混ぜる。カップがいっぱいだわ。霊夢、マリサ、ヨウムをイメージしたカップを買ったよ。カップの7割くらいに生地を入れる。いつも入れすぎて溢れさせるから控えめにしなさいよ。さすがに学んだよ。180度に予熱したオーブンで18分20分焼く。おーおー、今日はこぼれてないのぜ。どやー。うん、さすがに3回目は成功したわね。これは冷ましておく。ここからは3人の飾りを作るよ。まずは私のカボチャクリームを作るのぜ。カボチャはこんな感じにヘタを先にくり抜いた方が切りやすいよ。カボチャは硬いけど、へその方は柔らかいんだよな。試して合点でやってた。種と皮はいらないから取り除くよ。電子レンジでチンして柔らかくする。フォークで潰してお砂糖をお好みで加える。生クリームを適量加えてゆるくする。ちょっと入れすぎた。入れすぎたら電子レンジでチンしたらいいよ。それに冷やしたらこのクリームは硬くなるからそれで調整してね。マリサの帽子をチョコレートで作る。チョコレートとか絶対美味しいやつなのぜ。冷やしておこうね。とんがり帽子はくるくる巻いたクッキングシートの中にチョコを詰めて作る。次は霊夢ちゃまのターンね。霊夢さんのリボンはリンゴで作るよ。そんで、マリサで余ったチョコレートで霊夢の髪の毛を作る。マリサの余りってどういうことよ。まあ、たまたまだから。生クリームを入れて生チョコを作る。髪の毛が生チョコになるのねー。言わねー。分量は適当だよ。飾り付けの部分はレシピがないから適当になるんだぜ。ふう、やっと主役の順番が回ってきたにょん。まあ、主役は遅れてくるもんだからね。そう、今日はにょんが主役なんだにょん。主役さんの髪は生クリーム泡立てるだけだから簡単でいいね。逆にこの中で一番大変なのはマリサのカボチャクリームでしょ。マリサちゃんは大変な分美味しいのぜ。これで3人組の髪の毛の準備はできた。イメージはこんな感じ。髪の毛や髪飾りなどをモチーフにカップケーキをデコるよ。まずは練習がてらマリサと霊夢から絞るよ。ちょっと丸子にしないでよね。大丈夫だぜ。絞り袋がもったいないからクッキングシートをくるくる巻いてクリームを詰めたんだけど、これいいね。かりんはクッキングシートが便利すぎて 30m の業務用を買ってるのぜ。死ぬまでに使い切れるにょんか。使い切れない分はご近所さんに配りたいと思います。クッキングシートはもらっても困るにょん。頭のリボンはフリフリにいい。これを頭に刺していく。リボン埋まったにょん。霊夢ちゃんのリンゴリボン逆よ。あ、逆かなんかおかしいと思った。耳横の飾りをつけて。霊夢、ヨウム、マリサのカップケーキの完成。やっぱりにょんが一番白くて美しいにょん。美味しそうなのはやっぱりリンゴ霊夢ちゃんでしょ。美味しさもにょんが一番にょん。さあ、かりん、にょんを食べるがいいにょん。あ、これって皮を剥いて食べた方がいいんだっけ？ムキムキ。おー、美味しい。これまで作ったカップケーキの中で一番美味しいよ。これはマジでおすすめ。今までとどう違うんだ？ふわっふわーなのだ、ふわっふわー。マリサのクリームも味見しようかな？キャ、よろしくなのぜー。キャってなんやねん。ヨウムさんでお腹いっぱいだからちょっとだけね。うまい。野菜に癒されるー。めっちゃ食べてるにょん。最後は主役の霊夢ちゃんね。主役はヨウムだにょん。ヨウムちゃんの全野菜だもんね。霊夢さんが一番濃い。チョコ濃い。
ミストとの違いがあって、それぞれいいね。みんな違ってみんないい。バイカネコミスズ。余は満足じゃ。では、最後に。大コラボのお知らせだな。明日のお昼の12時からミョンがミョンちゃんとコラボするからミョンファンはよろしくミョン。いつもと違って土曜の昼間だから注意してねー。それでは今日はこの辺で、チャンネル登録、高評価よろしくなのぜー。ここまでのご視聴、ありがとうございました。